けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。はい、皆さんの期待に応えられない和尚です。もうね、どうにもできないどうにもできないけど、やれることをやるしかないということで、ひたすらライブばっかりやってきたんですけど、まあライブの前半を普通の一般の動画としてライブの前半を撮るようになってですね、すごく嬉しいコメントがたくさん来るようになって、結構嬉しいなっていうので、モチベーションが少し上がりました。はい、なので今後も、まあ今後っていうか今年もそんなパターンでいくかと思うんですけども、相変わらず作業動画とかもう無理です無理なんで諦めてほしいんですけど、ただやっぱり役に立てるのは私の人生経験で得た話しかできないので、人生経験で得た話で本当に役立ってくれるというか、すごく嬉しいコメントが入った時に、あ、やっててよかったなっていうのがあるんで、残念ながら期待には応えられないんですけど今年もだけど経験で得た話をまた頑張っていこうかなと思います。あとこっちのチャンネルで何かができるかどうかというのはちょっとわからないんですが、私の人生経験の中でちょっと今バイクの方はすごく順調に順調にというか仕事がまあ順調に進んではいるんですけど、新しい企画とかイベントとかをこうやっていきながら頑張っていかなきゃいけないんで、すごくこう期待をされてるんですよ、仕事の面で。なので応えていかなきゃいけないっていうところがあるんで、ちょっとまあサラリーマンみたいな感じではあるんで、こっちのチャンネルに 全力を尽くすことができないというかね。おととしね工具系のものをちょっと頑張っていこうかなとかって思ってたのがあったんですけど、そっちの方の動画がアップできてないのが何本かあったんで、それをアップしたいなと思ってるのと、あとまあ通勤途中でちょっと動画撮れると思うので渋滞がすごいんでね、そういうのをアップしていこうかなとは思ってるんですけど、期待に応えられないお正なんでごめんなさいということでですね、今年もいろいろと頑張っていきますんで、僕なりのペースですけども、またよろしくお願いします。それでは良いお年をじゃねえや良い正月を過ごしてください。ではでは。